はい、あつしです。ピザラ人狼冬の陣2021第2戦目の解説を早速始めていきたいと思います。ピザラ人狼から一夜明けまして、結構休むことができて、前回よりもね、もっとろれつが回るようになってると思います。で、せっかくなんでこの T シャツね、着ながらやろうかなと思ってね、慌てて洗濯したんで、まだ実はちょっとこれ濡れてるんですけども、まあ、関係ないなと思って、これ着てね、解説していきたいと思います。で、当日なんですけれども、僕、この、一部のね、時に、天国ルームで解説、まあ、部屋の住人としてね、参加させていただいたんですけれども、やっぱりどうしてもいろんな人が死んで集まってくると、天国ルームわちゃわちゃしてきて、こう全然議論とか聞けなくなっちゃうことあったんですよね。だから僕もね、しっかり議論ってまだ、ちゃんと聞いてないんですよね。なるべく皆さんが何言ってるか分かんなかったとかね、そういうことがないように、分かりにくいかもしれないと思ったところをですね、できるだけ分かりやすく解説していけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、それでは早速行ってみましょう。目隠しとヘッドホンを外してください。誰かスタッフさん笑ってましたね。約束カードをお見せください。そう、和田さん人狼でした。人狼です。一言意気込みお願いします。頑張りましょう。ずるいですね。このタイミングで便利ですよね。もう一人の人狼目を開けていただきます。柴田さん、これでもうまいのが、もしかしたら一戦目で頑張りまんじゅうなんて言うやつ人狼じゃないだろうって言ってもらったから、人狼引いてもあえてこれ言ったのかもしれないですね。はい。で、相方、柴田さんです。これ2連続柴田さん人狼引きました。これ完全にガチのランダムで役職ね決めてますので、まあ、こういうこともあるあるなんですよ。だから人狼覚えておいた方がいいですよ。よくメタ推理で、メタ推理何なのかとかね、一個前の動画で説明してるので、改めてここではね、説明しないんですけれども、メタ推理で、2回連続人狼来ないんじゃないか、2回連続あの人は騎士来ないんじゃないか、みたいな思うかもしれないんですよね。でも、見てください。これガチランダムでやった結果、アリボボさん、人狼2回連続来ました。そして加藤さんも、騎士を、ね、二回連続引きました。これは、もう人狼あるあるなので、この役職に関してはですね、あんまりこうメータ推理入れないで人狼ゲームやった方が、強くなれるんじゃないかなと思いますので、そこをね、よかったら、頭の片隅に入れておいてください。さあ、続きいきましょう。今回は柴田さん、和田さんのお二人が人狼です。確認ができましたら、お二人目隠しとヘッドホンをしてください。いいですよね。柴田さん、なんか人狼やるときに怖い怖いっていう人いるじゃないですか。人狼引くのは怖い、やだ、プレッシャーって。でもこれね、柴田さん見る限り人狼引いてもすごい楽しめる感じですよ。見ました、今の満面の笑顔。人狼引いた後にもう最高の笑顔をかましてましたね。こういう人はね、人狼を心から楽しめる、人種だなと思います。はい、行きましょうね。占い師の山口さん。はい、山口さん、占い師の山口さんには人狼でない方を一人ランダムでお教えいたします。はい、大石さんは人狼ではございません。承知です。山口さんは目隠しとヘッドホンをしてください。山口さんは占い師として、初日ランダム白、大石さんが人間ということを認識しています。これも踏まえてみんなでやっていきましょう。山口さんはなんか、ね、かわいいですね。声もかわいいし、さしすせそうが多分苦手だと思うんですよね、この人ね。滑舌的にね。まあそこら辺もね、すごいかわいいなと思いました。さあ続きいきましょう。朝になります。皆さん目を開けてください。目隠しとヘッドホンを外してください。おはようございます。おはようございます。またしても2名の人狼が紛れ込んでしまいました。5分間の議論をして人狼を探し出してください。はい、議論スタート。またまんじゅうさんのおたけびが。すいません、本当すいません。ちょっと長くですか。狂人を疑ってしまいそうな。あの叫び、こちら上がりました。いやもう今回俺も先込ませてください。いや、それはそういうことじゃない。もし死にならなかったら、はい、その殺しちゃうとまずいんで、やっぱやめましょう。あ、でも何にも持ってないんで。あ、でもダメ、それもダメです。これ今ここすごい
笑い話になって楽しい人狼の会議になってますけれども、これ結構うまくないですか？あの人狼引いてるのに生存意欲をこう全然見せないところって結構白っぽくも見えたりしますよね。ただこのメンバーでね、ピザラ人狼でこのメンバーでこの場でやってたらすごい白っぽく見えるんですけども、これ例えばですよ、人狼ガチ勢とかと人狼やった場合に、こういうのね、柱発言と言います。柱発言っていうのは、もういいです、私から釣っていいですよっていう、それをね、柱発言とかね、言われたりするんですけども、それって逆にそういうことによって自分を白っぽく見せようとしてるんじゃないか、逆に怪しまれることあるのでね、気をつけてください。これはね、あんまりこう、真似しなくてもいいところですね。ただ、ここのメンバーで、ここのタイミングでこの流れでこの発言っていうのはすごく上手だと思いますね。ちゃんとその誰とやってるのか、どういう人狼やってるのかってちゃんと認識してる人っていいですよね。強いですよね。はい、続きいきましょう。今の発言俺すごい、村人側の発言怖い。ほらほらやっぱり今の発言で加藤さんは、いやその生存意欲のなさはやっぱりね、人狼じゃないんじゃないかっていう風に考えてますよね。今の発言白っぽいじゃんって。多分加藤さんの中で、今、和田まんじゅうさんが真っ先に白弾きされたんじゃないかなっていう瞬間ですよね。さあ、続きいきましょう。体重増えすぎて割れちゃってんじゃん。割れることあるんですね。僕、まんじゅうさん白いなって思っちゃう。そうだね。うん、でもそれもやめましょう。そういうのも。もう、あんな声させてもらえないの。もうやめます。すいません。すごいです。本当に。提案があります。はい。お自分占い師だよっていう人、うん、一斉に手挙げませんか。あ、せーのでです。あ、いいんじゃない。いいですよ。そういうね、はい、1人出るかもわかんないし、2人出るかもわかんないし、うん、3人出るかもわかんない。ゼロの可能性もあります。ゼロの可能性も。市民でも出ていいですか。あのやめといた方がいい。素晴らしいですね。今のあたぎさんの発言、一斉に手挙げませんか。これね、人狼の、まあ、チャレンジによっては一斉の出しなしとかそういうルールがあったりもするんですけれども、このピザラジーノではそういうの決まってないですからね。せーので出てほしい。その理由としては、せーので占い師カミングアウトした場合に、人狼、狂人、占い師、この人たちが占い師カミングアウトする可能性がありますよね。で、もしも3人同時にパッて上げてくれたら、もう一気に、これ、人外二人を炙り出すことができるっていう作戦なんですね。だから結構僕はね、ムラリのある提案だと思いますよ。僕は基本的に一斉の出しの方がムラ側にとっては強いと思ってますので、はい、じゃあ続きいきましょう。絶対ですよ。絶対やってみませんか。あ、全然いいですよ。いいですよ。まあ、いいですか。いいですか。もう任せます。皆さんもいいなら。そうですね。うん、じゃあ、やりましょうか。はい、じゃあ、たくさんの合図で。じゃあ、いきますよ。はい、せーの。はい。おー、いない。いないのすごいね。いないわ。いいですね。これもありですね。出たくなかったら出ないっていうのもありです。必ず出なきゃいけないわけじゃないので。で、山口さんが出なかった意図としては、わかんないです。僕だったら、やっぱり炙り出したいですよね。人外二人を。だから、運よく自分以外が二人ポンって二人出てくれたら、あ、来ましたね、罠に引っかかった、釣れたと思って、いや僕が占い師ですって言ってカミングアウトしますからね。はい、まあ待つのも全然ありだと思いますね。わけないんですよ。どういう考えなんだろう。これはどういう考えなんだろうね。これは初日で死にたくない、たまりたくないというか。なるほどね。まあその議論が成熟した後に5分ぐらいで、ただ僕このままでは、誰もカミングアウトしていないので議論が進まない状態ですね。これを早く議論進めていった方がいいところです。的には何かを情報を出さないと、ね、本当にランダムで釣っちゃって、しかもさっきみたいに僕広瀬さんさっき白崎ってしてたのに投票移って殺しちゃったじゃないですか。ああいうことがあるんで必ず情報出してほしいですね。ぶっちゃけもっと喋ってみんなで。だから僕は、はい、占い師です。あ、出た。仕事知ってます。おお、あ、なんでさっきハイで出てこなかったんですか。一角が嫌だったからです。なるほど。でも一角大丈夫だと思いますけどね。今黒人さんが必死にやっぱ議論進めたがりましたよね。これやっぱ早く情報出そうよ、議論進めようよっていう人ってやっぱ僕はねすごい白く見えます。で、黒人さんこの1個前の試合で自分が占い師カミングアウトをするの遅れてしまって、自分の初日ランダム白の広瀬さんが
真っ先に釣られてしまって、村人陣が、市民陣が負けてしまったっていうのがありました。それが嫌なんですよね。だから、もう、早く出ませんかって言いました。そしたら、山口さんがそうだよねってことで出ました。はい、私が占い師です。大石さんを、人間としています。なぜ、出たくなかったか。まあ、三人目で出たかったっていうよりも山口さんの理由はあれでしたね。一画したくなかった。要は自分一人だけ出て、二日連続神に来られて、自分が早死にするのが嫌だったっていうことを言ってますね。で、黒人さんが、いや、一画はありっちゃありですよ、みたいなことを言いましたね。まあ、それ、メリットもあるんですよね。一画も。二つ前の動画でも言ったかもしれないですけども、この一画した占い師の人から占われた人は必ず白だっていう、ね、白格というものになれるので、で、人狼陣営からしたら白格の人って、もう多ければ多いほど本当に嫌なんですよね。で、その白格を作りやすいっていう面では、かなり、メリットにはなりますね。はい、続きいきましょう。あ、2日目に、私も何、死んじゃうけど、あと頑張って人狼見つかって、あ、そうそうそう、逆に一人だったら、そうそうそう、対抗いないの、これ。じゃあもう神明ですね。あ、じゃあもう、いや、もう後からできても本当に信用しないです。大丈夫ですか？大丈夫ですか？あえて伏せてるってこともあります。本物は。けど、それと僕はもう信用しないって言ってるんで。そうですね。でも、それが。はい、まあ、加藤さんがね、一角したって、騎士が、騎士の守り方によっては生き延びれるよって話しましたね。これは、騎士が一回、占い師をあえて守らずに、次の日守りに来る。かもしれないし、初日から守りに行くかもしれないしとかね、そういう駆け引きの話をしていますね。で、まあ初日から守りに行って、そこでね、占い師を守ることができたとしても、まあ次の日には絶対に死んでしまうんですけどね。でも、人狼陣営が怖がって、初日に神に来なくて、で、その時に、まあ捨て声って言ったりするんですけどね、騎士が全然違うところをあえて守りに行って、で、次の日に占い師を守れる状態を作っておくっていうのも、まあ一つの、戦法としてはありますので、よかったらこれも覚えておいてください。続きいきましょう。確かに、黒人さんの意見としてはそう。黒人さんのそれに煽られてなんか、はいみたいになっちゃうと。でも、今日中に太鼓いるなら出てほしいです、占い師の。そうですね。今日中に。それは言ってる。普通は出ないと、はい、僕は信用しないです、絶対信用しないです。で、分かんない、すごくちゃんとした理由があるかもしれないから、確かに、まあ、それが本当にあるなら俺はもし万が一占い師が潜伏したいっていう理由があるんだったらまあいいけど、俺も出てきてほしいけどね。私も出てきてほしい、どちらかっていうと。というか、まあ、その理由があるのは正直山口さんを素人としている占い師だけですね。それはだから対抗が強靭って分かってるじゃないですか、素人って言ってるんだから、ね、うん、だから次に構われたら嬉しいじゃないですか、うん。はい、黒人さんが今言ったのは、今日一日、真の占い師が他にいて潜伏している理由があるとすればの話をしてますね。それは、山口さんが白だと知っている真の占い師だねっていう話をしました。これ、ちょっと意味わかんなかった方のね、ために、説明しますね。例えば、じゃあ山口さんが仮に狂人だったと考えましょう。で、広瀬さんが例えば、じゃあ真の占い師だったと思いましょう。で、広瀬さん今のところカミングアウトしてないですよね。で、例えば、真の占い師の、初日ランダム白が山口さんだった場合、もう絶対に嘘をついてて白っていうことが分かってるので、絶対に狂人ってことになるんですよね。狂人に一角占い師として確定させておいて、人狼に噛まれてしまえと。ね。もう仲間割れさせようと。人狼は占い師、本当の占い師だと思って神に言ってくれたら、ね、これ嬉しいですよね。だって人狼が仲間である狂人を噛んでくれるわけですから。だから、今真の占い師が潜伏しているとしたら、可能性としてあるのは、山口さんが初日ランダム白だった真の占い師がいるかもねっていう話を黒人さんは今しているわけですね。はい。これね、実際に僕のチャンネルでもあったんですよね。過去ズーム人狼やって、なんだっけな、多分サムネイルのタイトル、強い占い師の CEO の仕方みたいな、確かそんなサムネイルにしてたと思うんですけども、そこで実際に起こった出来事です。はい。よかったら見てください。別に嘘見なくてもいいです。さあ、続きいきましょう。だから、その人だけ。でも、その人言っておきます。絶対知らないでね。あなた、新占い師の。まあまあね。絶対知らないで、ね。これちょっとむずいな。ちょっと。でも、このままだったらもう山口さんの。あ、でいいです。もう、ね、もう俺も大丈夫です。絶対言ったんで言わないといけないんですか？何ですか？これ分かんないですよね。まあ、含みがある。ちょっと確かに、でもあぶり出しな気もするし。
いやでも出てるんで絶対出た方がいいです。というか出た理由としてはその黒人さんの議論を進めた方がいいっていうのがあれいいかなと思って。そう1日目とかもさっき私本当に広瀬さん申し訳なかったけど、なんかわけわかんない理由で殺されるっていうのが一番目立ったのに良くないから。わかりました。まあ僕があのちょっとさすがに1ターン目で言うの怖いなと思って待ってたんですけど、ええ僕があの本当に占い師です。出ました出ました。はい、偉いです広瀬さん。俺広瀬さん本当初心者だから結構出るの怖かったっていうのもあると思うんですよね。でもこのままじゃまずいぞまずいぞ、このままじゃ僕仕事しないことになっちゃう、どうしようどうしよう、これ絶対出なきゃいけないんですか、ちょっと匂わせ始めましたよね。で山口さん、あの出た理由とか言いました。私出た理由としては黒人さんの言う通り議論を早く進めた方がいいと思ったからね。このままじゃどん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 山口さんが真の占い師っていうこうなんだろうね、みんなにとっての加点ポイントが追加されてしまう。じゃそろそろ出なきゃいけないなということでちゃんと勇気ひるあね振り絞って出ました。広瀬さんすごく偉いですよ。はい続きいきましょう。でもこのまま滞在してるべきなのか、いや僕全く知らないんですよ。最初の大石さんやっぱとりあえず怖いから大石さんでしょ。これあのこれしょうがないんですよ。気づいた人は今気づいたかもしれないですけど、僕天国ルームで、ね、気づいちゃったんですこの日。今広瀬さんの言い方、大石さん全く知らないんですよ、大石さんやっぱり怖いからって、あたかも自分が選択して占ったかのような言い方しましたよね。でも初日ランダムしろってゲームマスターに告げられるわけなんですよ。だから自分で選択して占うわけじゃないので、実は今の言い方あれって違和感に気づけたら、あ広瀬さん偽物って実はこれ分かってしまうんです。ただこれしょうがないっていうのは、広瀬さんこの後天国ルームに来た時にこういう言い方してましたよねって話したら、広瀬さんそれ分かってなかったんですよ。あの自分で選択してね、初日ランダムの人を知ることができるものだと勘違いしてたらしくて、でこれはしょうがないとこなんですけども、でもこれはね、あのうまいこと人狼自演にとっては良、ね、かったですね。これはねスルーされました、みんなには。はい続きいきましょう。いやだから俺、え何これもなんかうますぎるからそういうことなのかなとも思ってるんですけど。いや全然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 。あじゃあ大石さん、どういうこと、大石さん。あでもちなみにですよ、後から出てわざわざ白角の人間を作りに行くっていうのは新芽は少し取りやすくなります。どういう意味かというと、例えば山口さんが最初に大石さんが人間だと知っていますってもうあらかじめみんなに言ってましたよね。で後から出て、いや実は大石さんそうなんですよ、白角なんですよって、自分の初日の白も大石さんだったんですよ、つまり大石さんは白角なんです、で後から出た人がわざわざ偽物で白角作りに行くわけないよねっていう考えもできるわけですから、白角作りに行ったことによってちょっとあの人本当の占い師っぽいなって思われることも結構あります。これも一つのテクニックとして覚えておいてほしいですね。はい、大井さんが僕の提案ですけど、広瀬さんと山口さん以外で決めていいですよ今日。僕がだってもう白なんですか、うん、確かにね、一人だけなんで立った、こんなポンコツがあるから、絶対。 ありがとうございます。いや俺黒人さんは全然白くないと思う。マジでマジで、だったら俺和田さんも外してほしい、その頃から。いやだって白いもん。いや白いと思う。いや俺は白白いわかるぞ。マスクさん白いでしょ。いやいや、あんまり、はい、後で悲しましたくないし。どっちだとしても聞いてるじゃないですか。どっちだとしても。あのここへ来てまだいや僕のこと信用しないでくださいっていうのって。やっぱりこの村ではね、白く見られる発言になったんでしょうね。あの、生存欲を全然出さないというの。ただ、その後にちょっとだけ失言がありましたね。後で悲しませたくないし。後で悲しませたくないしっていうのは、絶対に市民陣営の言葉ではないんですよね。ね、自分のことを信じて、騙された人がいる時の言葉なので、まあ今の発言はね、ちょっと黒っぽいんですけど、でもこの、もう勢いがありますから、今この村にすごい、なんか、エンジョイのすごい楽しい流れの勢いがありますから、そこに紛れてね、そういうのはね、誰も、まあ、拾わない状態にはなってますよね。で、さっき黒人さんが言った、まあ、大石さんがじゃあね、誰を処刑したか決めた方がいいよっていう話をしたのは、あの、今、この村全体で、この人は必ず人狼ではないって分かってるのが、大石さんだけなんですよね。だからこの大石さんが、
なんとなくでいいので、怪しいと思った人に、をピックアップして、そこに投票集めていこうよって話をね、告示させました。そこでおじさんは、いや、ちょっと待って、こんな、俺みたいなポンコツが、あーって言ってね、ちょっとこう、って、ね、目が泳いでましたけど、確かに、あの、おじさんの立場嫌なんですよね。だって、それでね、外したくないじゃないですか。結構責任、背負うのって結構、プレッシャーですからね。はい、続きいきましょう。あたくさん、あたくさんなんかご意見がある。岩渕さんの話もちょっと、お話をお伺いしたいですからね、確かに。で私は山口さんがずっと仕切ってたのに出てこなかった理由は何か人狼かもしくは占い師かなとはちょっと思います、正直なところ言うと。うん、あの渡木さんはやっぱり今までいろいろ散々喋らせた中で一番情報が出ていない岩渕さん、今のところなんとなく疑っちゃうので、あの本当に市民だったら疑いたくないから喋ってほしいっていう思考だったと思いますね。あたりさんがなんかすごくね、あの全体のことをね、しっかりと見えてるいいムーブをしていますね。素晴らしいと思います。はい。で、岩渕さんは言いました。まあ、議論時間終了になっちゃいましたけども、山口さんがこう全体の流れを作ってたように見えたので、本当の占い師か、もしくは人狼だと思います。人狼だったら村をうまいこと自分の有利な方に、ね、有利な流れに誘導してるんじゃないかっていう可能性ある。それか本当に占い師なんじゃないかっていうことを今岩渕さん言いましたね。さあ続きいきましょう。霊媒師より占い師の方が出るリスクは、あの前みたいに仕切るリスクはかなりあるんで、議論時間終了となりますが、どっちかかな。でも黒目でももちろん議論時間終了です。はい。怒られました。白坂翔君に怒られましたね、今ね。やっちったってことかな。めちゃくちゃ可愛いですけどね。やっぱりね、議論時間が分かんないとね、こういう風になっちゃうんですよね。だから、プレイヤーにも、視聴者目線にも、残り何分って見えた方がいいと思うよって提案をしてみようかなと思います。はい。じゃあ続きいきましょう。ゲームマスターどこだ？やめてよ。投票したい方はこれバラがねえな。あ、すいません、ありがとうございます。もう今落ちてる。めっちゃ素早かった。わかんねえ。これはわからないな。マジわからん。ちょっと後から来たくないんで。あ、そっか、順番に。渡木さん、ちょっととりあえずすいません、ごめんなさい。横手だけで。すいません。すいません。横手だけで。ちょっと先。はい。決定権が。横手。横手、ごめんなさい。わかりました。僕はもういいですよね。うん、まあまずはい、はい、こうでね。まあ今の入れた、今なんか和田まんじゅうすごい収録見られてますけど、行動だけを取れば、実は結構怪しい要素はありますね。やっぱり初日から誰を処刑するかっていうのも結構大事なので、まあまあそこまでね、あの、考えないで炎上でやろうよって村だからね、それは全然いいんですけども、まあ本当に行動だけをしっかり分析したら、隣にいるだけでとりあえず渡しやすいからみたいな感じで渡したりするって、村りはある投票だったりはしないので、で、あたきさんって結構ね、情報をすごい出したがってたし、議論どんどん進めたがってたし、占い師一斉ので出ませんかって提案もしてたし、すごい積極性があった人ですよね。で、その人をいきなりこう処刑しに行くっていうのはね、少し、まあ、黒い要素になっちゃうかもしれないですね。ただ、逆を言えば、こういうわけのわかんない投票が、目立つ投票がね、人狼っぽく見えないっていうのもあるので、和田さんはなんかね、初心者ながらに結構、やっぱ上手でしたよね。出方から、何からね。はい、続きいきましょう。あ、これできれば、散らばらせないでほしいです。で、役職釣りたくないんで、はい。2人ぐらいに絞れる感じにしてほしい。めちゃくちゃいいですね。票はこうみんなでばらけさせないで、ある程度、何人かに、ね、多分2、3人に集めて投票しませんかっていう提案をしてますね。これはね、僕非常に素晴らしい提案だと思います。あたぎさんはすごくね、本当に市民陣営っぽいって感じると思います。ここに僕がいたら。さあ、続きいきましょう。ちょっと発言少なかったんで。いや、それは正しい。渡木さん素晴らしい提案だと思います。で、必ずバラを2票もらった人は必ずもしあの役所があるんだと言ってくださいね。お願いします。持っとくね、こうやって。僕はもらってます、1票。矢渕さんに入れます。じゃあ僕は、黒人さんに入れます。理由は何かちょっと直感です、まだ。本当に直感です。でも僕の中で白はもうかなり浮き彫りなく。矢渕さんがいきなり仕切り出してからちょっと出す。はい、じゃあ僕も、あたぎさん。矢渕さんがね、あたぎさん仕切り出したって言ってますね。ああ、そっかそっか。あたぎさんはね、霊媒師として一日潜伏したいっていうムーブなんでしょうね、これね。で、岩渕さんは、一戦目でね、結構、
なんか重い3票目入れてそこからこう村の流れが狂っちゃったりしたので、少し消極的になっちゃってるのかもしれないですね。自分があんまり情報が出せなかったから、喋れなかったから入れられて、その時、うん、それは正しいって言っちゃいましたよね。でも、岩渕さんって市民ですよね。これ市民目線が一番、これ考察伸ばすのって難しいわけですよ。なぜかと言ったら、役職がある人っていうのは、大体わかるじゃないですか。例えば、山口さんは自分占い師だから、出ている相手は人狼か狂人ってわかるじゃないですか。で、広瀬さんからしたら、山口さんは本当の占い師ってわかりますよね。だって自分が嘘ついてるんだから。で、まあ、大木さんもね、役職持ってるから自分が霊媒師とかね、わかるんですけど、市民って誰がどの役職かってこう、全然わからないので、やっぱり市民が一番難しかったりしますよね。そういった意味では。はい。じゃあ、続きいきましょう。にすいません、入れます。すげえ流暢な進行論だったんですけども、そこが逆にっていうところで申し訳ないです、はい、この当たりさん今霊媒師として潜伏していますけども、これは初日に出ても次の日に出ても、まあ、メリットデメリットっていうのはありますよ。例えば初日に、僕は初日に出したい派なんですけど、なぜなら、まず村全体として盤面が見えやすくなるから、だから初日に出てもらうっていうのはすごく嬉しいのと、あとは占い師、真の占い師がわざわざ霊媒師を占いに行くっていうね、ことをしないと思うんですよ。霊媒師ってカミングアウトしてたらわざわざそこ占えないから、別のとこ占いに行って少しでも人狼を探せる、ね、可能性が上がるっていうメリットがあるので、僕はなるべく初日に出てほしいと考える派なんですけど、まあ、やっぱりたまに遊び心でね、ゲームなんで潜伏したりもしますけどね、それはもちろん。ただ本気で勝ちたいんだったら出てほしいなっていう派です。ただ、二日目に出るっていうのは、このメリットですね。まず自分が占われずに、占い師、真の占い師が自分以外のところを占ってもらって、で、なおかつ自分が噛まれなかった、襲撃されなかった場合は、二日目に霊媒師カミングアウトしたら、その日に守ってもらえるかもしれません。その日に守ってもらえたら霊媒師ってこれ3日生きれる、3日間生き残ることができるっていう、メリットがありますよね。ただ隠れたデメリットとして、誰かが人狼の襲撃によって2日目の朝にはね死んでますよね。その人がもしかしたら霊媒師なんじゃないかっていう可能性も出てきてしまうんですよ。だから2日目に出てきたあなたは信用できないって言われてしまうかもしれないので、そういったデメリットもあります。ここら辺の駆け引きはね重要なんですけども、人狼ゲームにそんなこれが正解これが正解っていうのはないよっていうことですね。はい、続きいきましょう。ないってこと？でもなんかちょっとムカつくな。まあしゃあない。いやでも持ってなかったら、持ってなかったら仕切れますもんね、ある意味役持ってないと。いいですね、これムカつくっていう理由で投票、これいいですよね。このね、なんか岩渕さん何言っても許されますからね、存在が無理なので。ムカつくなっていう、可愛い人がムカつくっていう言葉入ってもね、それはもうただただ可愛く映るっていう、それいいですね。はい、続きいきましょう。じゃあ浅木さんのあれに乗ります。はい、 OK。 今3票も3票ですね。はい、1票で、ですね、役職とかを言うと結構その棋士の人がバレやすいかなと思ったので、ちょっと微妙かなと思ってて、2とか1、なんかばらけさせて最後大石さんに決めてもらうのもありかなと思ったんですけど、でもそれ言うのが遅くなっちゃったので、プラスなんだろう、私新占いだからめっちゃここら辺に投票したいんですけど、黒人さんの、はい、今山口さんが言ってたのは、まあ投票をある程度こう何人かに重ねて、で同数で並べておきませんかと。そして最後に白角である大石さんがどっちから殺すかっていうのを決めるべきだったっていう提案をしたかったって言ってますね。意味わかります？大丈夫かな？とにかく人狼陣営に最後の決定票を打たせたくないじゃないですか。人狼陣営だったら最後の決定票に必ず自分の仲間の人狼に入れるわけがないから。だから絶対に人間だっていう大石さんに決定票を打ってほしかったってことを今山口さん提案しました。本当にね、素晴らしい提案ですね。ただそれが言うの遅れちゃって、ごめんなさいこういう流れになっちゃいましたっていうことを言ってます。はい、続きいきましょう。ことは私そこまで疑ってないんですよね。なので黒人さんに決めてもらうのもありかな。じゃあ僕は もらってます。あ、もらってるのか。あ、じゃあ決選投票にしたいので私は広瀬さんに入れます。ごめんなさい。なるほど。あ、
感じがしました。はい、では3票ずつですね、岩渕さんと赤木さんが獲得しております。お二人の決選投票となります。では岩渕さんから一言ずつ弁明をお願いします。正直全然私は見えてないので、まあ何も言えないですね。言えないです、何も言えないです、分かんないんで。はい、以上です。ただ市民側絶対に勝ってください。赤木さんお願いします。可愛いですね。これはね、本当に市民目線はやっぱり難しいので、本当に初日で、これだけの情報だと、私は本当に誰が人狼かわからない。わかんないしか言えない。っていう、ただただ本当に本心を言ったっていう、ね、発言でしたね。で、これ、霊媒師が潜伏して、ここまで決戦まで上がってしまいました。で、これは、もちろん霊媒師は、いや、実は僕霊媒師なので、殺さないでくださいって言うべき、なんですけど、ここで言うとやっぱりね、岩渕さんが死ぬのが、確定してしまいますよね。なので、本当はこの投票が始まる前に霊媒師を言っとけば、自分は投票対象から外れます。そうしたら、例えばですよ。じゃあ今日は柴田さんと岩渕さん、この二択でいかないって話になったら、市民が必ず死んでしまうという流れにはならなかったかもしれないので、この決戦に上がってから言わなきゃいけないんだったら、議論中に行った方が良かったっていうタイミングになってしまいました。でも、あたぎさんはしょうがないですよね。あたぎさんめちゃくちゃ白いこう、ね、行動、発言してたので、自分に投票が、まあ、集まるとは多分あんまり思ってなかったはずですからね。こうなっちゃったら、まあ、これはこれでしょうがないですね。続きいきましょう。はい。なんかさっきの話聞いて、岩渕ちゃんは正直白側かなと思いました。僕、役職ありとだけ言っておきます。仕切ってた理由もそれです。はい、では、一旦皆さんにお花をお戻しいただきまして、はい、岩渕役職ありって言い方しましたね。役職がありっていう言い方は、みんなから見てどういう可能性があるか、騎士か霊媒師か人狼か、まあ狂人ですね。騎士、霊媒師、人狼、狂人のどれかなので、人狼か狂人だったら良かったんですけど、でも騎士か霊媒師の可能性が出てきたので、こうなると村のみんなは赤木さんに票を集めるわけにはいかなくなってきますよね。重要な役職なので、騎士と霊媒師って。はい、じゃあ続きいきましょう。赤木さんと赤木さん以外の方に投票権がございます。これじゃあ、はい、やっちゃっていいですね。はい、どうぞ。よろしくお願いします。いや、すいません、俺も先にごめんごめんね。こうなっちゃいますよね。いや、もう笑おうとしてない。ちっちゃい声が。岩渕さん、最多数票獲得してこの昼脱落となります。遺言をお願いします。市民側勝ってください。岩渕さんは天国ルームに移動してください。いいですね、やっぱこれが僕との差ですね。もう初日釣りされてもあんだけ笑顔で楽しそうに天国ルームに行ける人間に僕もなりたいですよ。もともとのその性格という属性もあるんですけども、僕はたとえ市民引いたとしても初日釣りされたらやっぱへこみますもんね。マジなんでよってね、えそんなおかしい発言したかなとかね、いろいろ考えちゃうんですけども、やっぱこうやって心から何でも楽しめる人ってね、もう人生得してると思いますね。すごい明るい。で、僕はね、天国ルームでこの時いたので、わ、岩渕さん死んじゃうんだっていう、なんか、プレイもっと見たかったなっていうのと、まあ、天国に岩渕さんが来たら楽しくなるなっていう、なんか、いろんな気持ちがありました。岩渕さん天国来た時めちゃくちゃ面白くなるんで、本当に。はい、じゃあ続き行きましょう。なるほど。恐ろしい夜がやってきます。全員目隠しとヘッドホンをしてください。さあ、うまいことですね。人狼陣営。処刑から逃れることができました。本日占いたい人を指定してください。黒人さんで。黒人さん、はい、黒人さんは人狼ではありません。はい、山口さん、黒人さん占う理由も分かりますよね。黒人さんって結構行動的には早く議論進めたいとかね、いろいろ自分の考えを述べてて、まあ、白い発言だけ取るとすごく白かったりするんですけど、ただ黒人さんって上手いから人狼でもそれができる人間なんですよね。そういう人だっていうことをね、山口さん知ってるので、
過去ね、おそらく人狼の番組で共演してますから、だから黒人さんを占っとくっていうのは全然 OK ですね。はい、続きいきましょう。は目隠しとヘッドホンをしてください。本日人狼の襲撃から守りたい人を指定してください。大石さんで。大石さん、はい、そうですね。大石さんを守った理由としては、大石さんは白角の人間、人狼陣営からして白角の人間がいるっていうのはすごく嫌なことです。だから、人外にとって大石さんは今とても邪魔な存在になっています。で、そんな大石さんは、まあ、市民陣営にとっては貴重な存在になっているので、加藤さんは大石さんに生きてほしいということで、大石さんを守る。これは理にかなっていますね。はい、次行きましょう。本日、襲撃したい相手を指定してください。そうですね、柴田さんってこの見抜く力めちゃくちゃ強いですね。今聞きました、霊媒なのでって言ってましたね。あたぎさんが霊媒師だってことを、まあ、悟りましたね。あの騎士ではなく霊媒師なんじゃないかということを悟って、まあ、黒人さんか誰だろう、大石さんか神に行きたいっていう話になってるのかな、こうやって指差しだから。ちなみに柴田さんが霊媒師と思う、あたぎさんを処刑しに行きにくいっていう考えになっているのは、何かしら役職がある人だっていうのはわかるじゃないですか。だって占い師に二人出てて、一人が嘘をついてくれている、つまりどっちかに狂人がいるっていうことは人狼目線もわかってるわけですね。だから役職がありますって言った畑さんは必ず騎士か霊媒師っていうことになるんですね。神に行きたいんですけれども、もし畑さんが霊媒師だった場合ね、どこかに潜んでいる騎士が畑さんを守りに行く可能性があります。大石さんも守りに行く可能性がありますので、神に行きにくいんですよね。襲撃しにくいんですよね。守られてしまう可能性があるから。だから、今すごい悩んでる状況ですね。はい、ここで選択しました。今アイコンタクトで見てましたけど、大石さんか黒人さんを処刑しましょうって言ってました。そしたら和田万寿さんが、うん、だったら黒人さんでって、多分黒人さんが怖かったのかな、黒人さん処刑しに行きましたね。でも大石さんを、処刑というか襲撃ですね、大石さんを襲撃しに行ってたら、これでグッジョブ起こされてしまってたので、かなり不利になっていましたので、この選択としては良かったかもしれません。はい、続きいきましょう。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。皆さん目隠しとヘッドホンを外してください。おはようございます。おはようございます。昨晩の人狼による犠牲者は黒人さんでした。黒人さんは天国ルームに移動をしてください。議論時間は5分間です。議論スタート。今日ね、人狼陣営を処刑できなかった場合は市民陣営、負けてしまいます。はい、かなり切羽詰まった状況ですね。すごい大事な日になってきます。どんな議論になるんでしょうか。結果とか知りたいっすよ。そうですね、占い結果、はい、どちらから、どっちが先言いますか。あ、同時に言いましょう。 OK、はい、です。はい、せーの、市民。お、二人とも、いや、黒人さんです。あ、黒人さん。はい、占い師2人の結果を聞きたいっていう話になりました。で、加藤さんが言いました、どっちからでもいいですよって。で、広瀬さんがどっちからしますって言ったら、山口さんは、じゃあ同時にしましょうって言いました。これね、同時に言いたがる人ってちょっと神明が高くなりますよね。神明が高くなるっていうのは本当の占い師っぽくなるっていう意味ですね。これなぜかと言ったら、これ同時に言ったら白角がまたできちゃうかもしれないじゃないですか。例えば、せーので、加藤さん白でした、白でしたって二人がどっちも言うと、加藤さんは絶対に、人間ってことになりますよね。逆に、誰々さん黒でしたって、狂人もね、言うって決めてたとします。そしたら、これ黒角になっちゃう可能性もあるんですよね。二人の占い師から黒でしたって言われたら、絶対にその人って黒になっちゃうので、それをうかつにはできないですよね。だから狂人目線だと、占い師に先に言ってもらって、誰々さん黒でしたって言われたら、いや、その人白でしたっていう、もしくは、いや、誰々さんが黒でしたとか、他にずらすっていう風にした方が村が混乱するんですよ。
だからできれば狂人って多分同時には言いたくないはず、むしろ後半に言いたいはずですよね。はい。でもそれをいやいや同時に言いましょうよって言った山口さん、ちょっと白っぽくなります。あともう一つ、ね、山口さんは多分なんか白でしたとか人間でしたって言い方しましたよね、黒人さんに対して。で広瀬さんは市民でしたっていう言い方しました。これ占い結果って人間か人狼かしか分かんないですよね。その市民か騎士か霊媒師かとかっての分かんないので、まああまり市民でしたって言い方をすると少し偽物っぽくなっちゃうので、これねバレる人にはバレるので、これ皆さん今後やるときはね気をつけていただければと思います。はい、続きいきましょう。マリモコさんです。あ、もうなるほど。でも広瀬さん、そういうの分かんないでやってますからね、偉くないですか。そういうのも分かんないでここに来て立派にね座って人狼してるんですよ。はい、すごくいいと思います。はい、行きましょう。なんで黒人さんになったんですか。加藤さんが怪しんでたからっていうので、黒人さんが白っていうのを、うん、今回正直黒人さん噛まれると思ってなかったので、黒人さん白って分かれば整理しやすいしいいかなと思いました。プラスそうですね、今日は私と広瀬さんの二択にしていただけたら非常に嬉しい。なるほど。はい、山口さんは黒人さん噛まれると思わなかったから占っちゃったって、これもったいない占いになっちゃったんですよね。自分の占った先が噛まれてしまった。ね、白って分かった人が噛まれるっていうのはもう本当に村に情報を落とせなかったのと一緒になっちゃうので、とても悔しい占い先になってしまうわけですよね。で、逆に広瀬さんはこれ人狼に白でしたって言えてます。これ人狼目線、あ、広瀬さんが偽物で僕らの仲間なんだなってことが、伝わった瞬間ですね。これは素晴らしいですよね。はい、続きいきましょうか。あ、これ噛まれちゃった人を占ったっていうのも実はちょっと怪しく思われたり、することもあるので、だからこのね二人の占い師のムーブだけを見ると結構ね広瀬さんもすごくいい勝負してるんですよね。初心者ながらのちょっと細かい、経験者には この要素拾われちゃったらバレちゃうかもっていう要素は確かに少しあるんですけれども、でも後から出てわざわざ白角させた、でちゃんと生きてる人を占うことができてるっていうのは素晴らしい行動を取れてると思いますよ。はい、続きいきましょう。というのと霊媒師の方は矢口さんの結果、うん、まあね、そうだよね、そうだよね、霊媒師です。矢口さんは白でした。うん、本当っぽいですね。やばいっす。だから今2人います。うん、2人いるんです。ちなみに対抗出てくるなら今ですけど霊媒ね。はい、確かにさすがないんじゃないですか。あ、黒人さん、これ俺山口さん対抗で出てる、自分が死んだとしたら、はい、対抗で出てる人って俺が狂人だと思うんですよ。はい、そこ二択にしちゃったら、うん、逆にちょっと怪しくないですか。はい、今加藤さんが言ってたのは、これ占い師2人カミングアウトの霊媒師1人カミングアウトで、でもし占い師で、自分が本物だとして相手が偽物だとしたら対抗で出てるって狂人の可能性が高くないですか。でもここで二択で処刑してくださいって怪しくないですか。縄を、つまり加藤さんが警戒してるのは縄を使いたがってる、縄数を使いたがってる狂人かもしれないっていうことをちょっと考えてるわけですよね。はい、続きいきましょう。でも人狼じゃない人、あれがないからってことですね。他に要素が、そう、要素がないから。そうですね、だから情報が大して落とせなかったから、ここで、まあ、グレ、自分が占ってない人から処刑しに行って人狼じゃない人を処刑してしまうんだったら、ここの2分の1で狂人を処刑してほしいと。そうしたらまだ明日が来るでしょっていうことを、まあおそらく言いたいんだなと思います。確かにね、それで明日は来ます。例えば、広瀬さんをこの日処刑することができました。そして大石さんが、噛まれました。そうなると、明日はどうなるか。あたぎさん、山口さん、加藤さん、そして人狼の2人、ね、3対2で、まだ、市民陣営が勝っている状態で明日を迎えることができるよっていうのが山口さんの言い分です。さあ、続きいきましょう。うん、なんでこのリズムちょっと怖い。このリズムが怖いのよ。僕の言ってるの分かります。はい、分かります。山口さん死んで、じゃあ山口さんから釣りましょうってなった時に、
陣が3人残って、うん、あ終わりです。ただあの全然フラットな人たちで市民するのも終わりなので、でも、ね、それよりはマシかと。でも大内さん隠しろっすよね。隠しろ、うん、隠しろじゃないですか、はい、で片しろで霊媒じゃないですか、はい。でもそうですね、山口さん目線こういうことになります。まあ、広瀬さんを狂人と仮定した場合の話なんですけども、広瀬さんが狂人であれば自分が占っている大石さんはもう人間でした。で、霊媒師カミングアウトしている当木さんは人間でした。つまりそうなると、柴田さん、加藤さん、和田まんじゅうさん、この中に人狼が3分の2で潜んでるということになるので、まあそうですね、そっちから言った方がまあ可能性が高かったりもするかもしれません。で、なおかつここで加藤さんがもし騎士カミングアウトした場合は、もう山口さん目線はめちゃくちゃ見えてきますね。めちゃくちゃ見えてきます。加藤さんが騎士。で、それを信用できるのであればですけどね。加藤さんが騎士で、黒人さんが騎士じゃなかったら、まあ加藤さん騎士ってことになりますね。岩渕さんは何もね、あの、死ぬ時に何も言わずに分からずって、あの、市民だっていう感じで死んでったので、で、黒人さんが騎士じゃない限りは加藤さんが騎士になって、もう山口さん目線は消去法で、人狼はおそらくここの二人なんじゃないかなっていうことにたどり着くことができます。まあ、あくまで広瀬さんを狂人と仮定した時の話です。はい、続きいきましょう。この三人ってなると、これ、ね、あの、万が一、まあ、岸さん多分生きてたら出てきちゃっても、まあ、ありっちゃありかなって僕は思っちゃったりするんですけど。これ加藤さん仕掛けましたね。いいですね。これ騎士いるんだったら出てきちゃっていいんじゃないって言いましたね。ここで加藤さん目線、自分が騎士って分かってるからね、誰も出ないのかなって思って人狼がまんまと、はい、じゃあ僕います、僕騎士ですって誰どっちかが言ってくれたら、加藤さん目線、はい出たな偽物を炙り出せた、俺が騎士なんだぜってことを言えるわけですよね。でもこれそういうね、炙り出せるかもしれないっていうメリットもあるんですけども、炙り出せなかった時の話ですね。炙り出せなかった時の話、市民陣営からするとこう見られちゃうパターンもあるんですよね。あれ、この人もう騎士は死んでるってことを踏んで遅れて出たんじゃないかと。あれ、騎士いないのかな、じゃあこれ今しめしめ乗っ取れるぞ、騎士を乗っ取ることができるぞっていうことで人狼なのに出てきたんじゃないかなっていう見方もできちゃうので、まあそこはリスクにはなりますね。はい、でも今加藤さんはね、騎士で炙り出そうとしてます。誰か嘘つかないかなって。はい、続きいきましょう。確かにそうね、正直あのガチで勝ちに行くなら加藤さん、有桃さん、まんじゅうさんの中で騎士、あ、ちなみにですけど、これ加藤さんが白角とかの時は騎士絶対出ない方がいいですからね。白角だったりする時は、あの、今加藤さんはグレー位置の中に入ってます。山口さんと広瀬さん2人が占ってたのって、まあ、黒人さん、柴田さん、大石さんだけなんですね。だから加藤さんってグレー位置に入ってるので、まあ言っても、加藤さんが騎士カミングアウトすれば、グレーの中で、絞ることができますからね。あの、人狼位置をまた、どん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 絞っていくことができますから。はい、続きいきましょう。騎士の方がいたら、ありだと思います。ですよね。騎士誰もちょっとなんか、今本当にしてないですか、ちょっとしてないですか、してないですか。いや、俺が一個思ったのは、本当にその山口さんが、国民さんを占った方が本当に意味わかんなくて、うん、なんか明らかに白っぽかったないですか。でも加藤さんそしてかつ俺も一緒ですね。からそれを確定したかったってことですよ。そうです、白を作りたかったっていうことです。ってレベル高いすぎるぞ。広瀬君がアリコさんを山口さんが人狼で嘘ついて一発目いってるとか可能性はないですか。まあそれも、まあ、可能性ないですか。なきにしもあるんだけど、あります、あります。和田さんの言った今、山口さんが人狼で一発目で、カミングアウトして占い師を装ってるって可能性あるんじゃないかと。なんで和田さんが今そんなこと言ったかと言ったら、山口さん人狼って思われたいんですよね、みんなにね。なぜなら和田さんは広瀬さんが狂人だということをさっき気づいたから。広瀬さんは自分の相方の柴田さんに、あの人人間でしたって言ったので、この人が仲間って気づいたから、今日山口さんを人狼と仕立て上げて山口さんを処刑することができたら、明日パワープレイを迎えて勝つことができるからね。だからそういう発言をしたんだと思います。さあ続きいきましょう。あとあの、まあ、亡くなった人をあの白出しするのは結構簡単なことというか、う、ね、っていうのもあるんで、どっちでもある感じはします。そうですね、柴田さんもまあ確定レベルで言いに行ったら逆に怪しまれるので、ちょっとその可能性を広げる発言をさらっとしましたね。うまいですね。あの、死んだ人に白っていうのって簡単だから、偽物って可能性もありますよねっていうことをみんなに伝えました今。
はい、続きいきましょう。ただ私は見てる結果を言ってるだけなので、うん、どうしようもないからの感じ。多分大石さんの意見が僕の意見が重要てか最後に投票してほしいです。あ、そうです。こうなった時にはもう絶対に人間の大石さんの意見すごい重要になってきますよね。どっちを信じるか、本当占い師どっちを信じるかっていうのもありますし、はい、大石さんどういうか一番信じられるか。はい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 、そっか、大石さん隠し色だもんね。隠し色です、うん、僕、いやもう言おう、僕な騎士なんですよ。来ました。で、霊媒師、神、教、教、神だったらどっちでもいいとして、僕、対抗いないですよね、多分。ってことは、僕お二人、僕の目線だと完全に二人が来るになっちゃうというか。あれ、いやいや、そうですね、今加藤さんカミングアウトしましたね。で、占い師がまあどっちが神でどっちが狂人だったとしても、あたぎさんは霊媒師でカミングアウトしてる、そして自分が騎士で、大石さんは隠しろ、つまり、少なくとも和田さんは絶対に人狼っていうことになりますよね。広瀬さんが狂人で出てるんだとしたらね、まだ生きている柴田さんは広瀬さんだけから占われてしろって言われてるので、まだ人狼の可能性がある。まあ、加藤さんは占い師に狂人が出てると考えています。なのでそうなったらもう絶対にここの2人になってきますよね。で、絶対に和田さんは人狼ってことになってきますよね。はい、ということになります。それは絶対、まあ、霊媒 の可能性もあるけど、その黒人さんが霊媒じゃなかったこの2人がどっちか狂人って可能性もなくないですか。いや、だって まあ、どっちから出てるかとしたら狂人が潜伏してる可能性があるけど、待って、いや、それでも多分騎士だから、でも多分明日僕噛まれちゃうから、それで真偽をはっきりすると思うんですよ。でもそしたらあれじゃない、釣って、あ、そうか、そう、すごい俺を釣ろうとしてくるのが怖いんですよ。でも俺2人は釣らなくていいと思う。俺の意見なんですごい仕掛けてくるのが怖いんですよ。俺全体そして加藤さんはだから狂人で出てると思うから、2人は釣りに行かなくていいと思う、もうここから釣りたいっていうことを言ってますよね。もうこの2人から釣りたいって、はい、なぜなら人狼を処刑しに行きたいからね。続き行きましょう。多分狂人じゃない、これ狂人だって。この3人は絶対俺は信じてるんですよ。俺はその信頼感、その信頼感、和田まんじゅうさんめちゃめちゃ黒く見てますよ。あんただよ犯人は。そうですね、加藤さん目線はもう絶対和田まんじゅうさん黒くなりますからね。そうで、これ結構ほら人狼が占い師に出てて、で狂人が潜伏してるっていう可能性って、この占い師2人の、霊媒師1人カミングアウト、これ 2-1 場面って言うんですけど、この場面だとなんかあんまり狂人が潜伏してて人狼が出てるってなかなか考えられなかったりするじゃないですか。実は僕ね、今回もし自分が狂人を引いたら潜伏したろって思ってたんですよ。潜伏狂人って僕されたら本当嫌なんですよね。わけわかんなく、なんか結構混乱しちゃうから、狂人どこだったのってなっちゃう。で、占い師に狂ね、ナワスを使いに行って狂人だったらすごい嫌だったりするし、急に村だったらね。だからね、やっぱ自分が人外だったらされたら嫌なことをしますよね、市民人にとって。だから僕狂人だね、今回マジで潜伏したろうかなぐらいで思ってたんですよね。はい、続きいきましょう。すげえタヌキっすよ、あんな一周目で。いや、僕ずっといいですよ、あれも全部魔法かけて。さっきの狂人を考えると、あの反発を考えるとまたやりやがったなと思いました、今。いやいや、マジだって大石さんも絶対にもう、俺は加藤さん信じてんすよ。あれもやったわ、まんじゅうさん。俺加藤さんは絶対に、僕はもう二人は揺るぎないです。でも多分明日僕が噛まれることによってこれ証明されるから。いや、俺噛みません。これ今ね、この時僕天国ルームにいて、和田さんのこの今の発言聞き逃しちゃってたんですけど、じゃあ俺噛みますって言っちゃったんですよね。この噛みますっていう発言って、人狼しかもう言わない言葉なんですよ。人狼しか言わない言葉を言ってしまったんです。でも噛みますと、これ和田さんはすごい可愛いとこが出ちゃった。これが和田さんの可愛いところですね。はい、これもうね、天国ルームで放心状態でした。さあ、続きどうなるかいきましょう。これは何、これは芝居なんだよ。分かんないよ、これは芝居、どっち、違う、だから終わりですよ、もう絶対揺るぎないです。でも可能性ですよ、疑ってるわけじゃないですよ。
ってるんですけど、加藤さん乗っ取り説も私は忘れます。まあ、もちろん、ね、それは確かに。そうですね、柴田さん上手ですね。本当の騎士は、まあ、岩渕さんが黙って死んでいったか、それか黒人さんだったんじゃないか、加藤さんもしかしたら人狼で出ているかもしれないよねっていう可能性も私は考えてますからねって、まあ、明日への、まあ、人狼陣営が勝つためのまあ勝利につながる道筋をみんなに植え付けておきました。でそういう発言ですね、上手ですね柴田さんってね。はい、続きいきましょう。一回あのエクスキューズしてから出てもいいんじゃないって言って騎士を乗らなかったそういうことも実際ある。そうですね、なんか畑さんがさっきあれなんか加藤さんと和田さんでアイコンタクト取ってないって言ってたんですよね。だからこれ身内切れないですよ、間接的な。柴田さんは、まあ、和田まんじゅうさんと加藤さんが人狼なんじゃないか。さっきアイコンタクト取ってたのは、あれこれ騎士出ても乗っ取れるんじゃないっていうアイコンタクトを取って、加藤さんが騎士で出たんじゃないかっていう可能性を今柴田さんみんなに植え付けているっていう状況ですね。はい、続きいきましょう。それはある。投票の時間です。確かに騎士っていうメリット何？投票したい方は挙手をお願いします。はい、僕から行きたいですか。僕はもう本当に絶対騎士で、もう多分今日噛まれちゃうんで、もうそれだけはもう強くみんなあんたです、あんたです、和田さん和田まんじゅうさんですもう揺るぎないです。僕は僕は一番最後に。はい、そうです、はい、畑さん、加藤さんがもし偽物だった場合2人人狼残っててここのペアになるのが濃いと思うんで、僕は逆にアリボボさんを入れます、はい、なるほど、はい、いただきます。え、ちょっと待って、僕ちょっと一旦こっち行こうか、はあ、怖いぞ俺ちょっと、散らしたいよ俺は。そうですか、分からない、何か興奮すぎてマイク落とし、広瀬さんでも今偉いですよね。だってさっき柴田さんが言った騎士はもういない説っていうのを広瀬さんは必死に広げようという考えなんでしょうね。でもね、あの広瀬さん目線、実は和田さんも全然人狼あるので、ここはまあ投票しに切りに行ってもよかったのかもしれないですけどね。はい、続きいきましょう。まあそうですね、加藤さんが言ってたことはめっちゃ建設的で、嘘だったらめっちゃ怖いけど信じてみようと思いました。なのでまあ普通に、うん、まんじゅうさんだと思うけど、まんじゅうさんだと思うんだ、まんじゅうさん。ちょっと待って、わかんない、ちょっと俺いいですか。はい、本当加藤さんは嘘言ってないです。意味が分かんないです。意味が分かんないです。加藤さんは嘘言ってないっすって言いながら加藤さんに入れてんのもう全く意味が。こんなやり取りしてたんですね。やべ、めっちゃ面白いな。もう和田さんはこれね、ほぼもう人狼カミングアウトレベルの、日になっちゃいましたね。いろんな発言からね、発言や行動から。はい、続きいきましょう。加藤さん嘘言ってないです。意味が分かんないけど、まあ、しょうがないですね。諦めましたね。ラスバイマン2票。私ですよね。あ、そっか。ここにさ、入れた？俺まだ入れた。最後に。最後に。はい。あ、でもそっか。難しいですね。私は、嘘を言ってたら怖いなの加藤さんなんですけど。なるほど。でもリアル騎士はリアル騎士で怖いな。まんじゅうさんは変な発言をしているからね。はまあ悩みどころですね、ここは。でもこんだけ有望さんが迷うっていうのはちょっとラインが切れてくるかもね、そのおのおののまんじゅうさんと有望さんとかの。あ、ごめんなさい、僕、余計なこと聞きちゃった。ヘッポコ、ヘッポコ、ヘッポコプレイヤーが今喋っちゃいけないとこですかね。本物だったらごめんなさい。はい、もう3秒。柴田さんは、騎士と分かっている加藤さんを入れることを選択しました。もしかしたらですけど、今の大石さんの発言によってかもしれないですね。あれ、柴田さんこんな迷ってるってことは、あれみたいな、ラインが切れるかもね。まあ、LINE が切れるっていうのは、人狼だったら LINE 切りを考えているのか、それか本当に、白で分かんないで悩んでいるのか。だから大石さん目線は柴田さん、柴田さんまんじゅうさんか加藤さんまんじゅうさんの人狼で悩んでるんですよね。そう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 、だからどっちなんだろうって考えてますね、大石さんはね。柴田さんは人間なのかそれとも人狼なのかね。
柴田さんが人間だったらもう加藤さんと和田さんがお医者さんの中では人狼だっていう考えになりますからね。さあ続きいきましょう。なるほど。僕も純ちゃんのムーブはちょっと怪しさを感じてます。みんなに、騎士出てこいって言ってて、自分が騎士を確認した後に名乗るっていう、これを嘘騎士の上等手段、これはあると思う、正直あると思うけども、エヴァンジューさんの俺噛みませんよ、これはさすがにさすがにこれは見逃せない、ごめんなさい、本当に申し訳ない。そうっすよね、もうあれはもうこれね、絶対まんじゅうさんに投票が集まるはずの日ですね。もうほぼ人狼カミングアウトしています。さあ続きいきましょう。辛い俺明日噛みませんよ。加藤さん、和田さん3票ずつ獲得です。決戦投票となります。決戦ですかね。お花を一旦戻してください。加藤さんから一言弁明をお願いします。そうですね、なぜ騎士をちょっと一回エクスキューズしたからっていうと、ちょっとその整理がまだ僕自身追いついてなくて、その僕目線、あ、もう人狼分かるところまで来てるなって思ったんで、誰かな、誰か反応するかなと思って言っただけで、本当に僕は、新、騎士で、もう本当その目線だともうお二人しかないんで、もう万が一ここで僕回避して、多分ね、和田さんがもし釣られたとしたら、俺明日今日噛まれると思うんですよ。その時はもう皆さん本当俺のこと信じてください。以上です。はい、和田さん弁明お願いします。黙秘で。いいの？マジュさん。表情だって決めるんですか？黙秘でって言いましたね。もうだから、そうですね。これはもう人狼カミングアウトですね。これで加藤さんが処刑されることはまあほぼないと思います。そんなことができるの？表情だけで？どっちなの？それはどっちの顔？どういう顔？どっちとも取れるな。加藤さん、和田さん以外の方は投票権がございます。何それ、早いな、早いな。でも僕もすいません、まんじゅうさんで少し待ってこれね、もう本当人外の2人も、ね、真っ先にもう入れに行った方が良かったですね、はい、ごめんなさい、はい、本当和田さん、この昼脱落となります。遺言お願いします。いや、やばいですよ、市民のみもうこの後もう本当落ち込んだ感じの放心状態でのそのそね天国ルーム来ましたからね。もうさすがにへこんでね、もうまんじゅうもやらなかったしね、まあこれは誰目線でも人狼だって分かりますよね。はい、続きいきます。移動してください。分かんねえな、最後まで分かんない。そして再び恐ろしい夜がやってきます。全員目隠しとヘッドホンをしてください。占い師の山口さん、目を開けてください。こんばん、占いたい人を一人選んでください。あいおうちゃんね。柴田さんは人狼です。本日人狼の襲撃から守りたい人を指定してください。あたぎさん。あたぎさん、うわ、本日襲撃したい相手を指定してください。はい、ここでアタギさんを襲撃しに来ました。アタギさんは加藤さんが守っているので、これグッジョブが起きてしまいますね、相当厳しい状況になりました。これ柴田さん、何が難しい状況って、まだニナは残っちゃってるんですよ。ニナはっていうのは、1縄で2人死にますよね。で、もう一縄で二人死にますよね。そうしないと自分っていう人狼の数と市民人の数が一緒にならないわけですね。二回回避しなきゃいけないんですよ。山口さんにも人狼って、告げられちゃいますよね。しかもグッジョブが起こったことによって、加藤さんがもう騎士であることが確定します。つまり、加藤さんは騎士確定、あたぎさんは霊媒師確定、そして大石さんは城確っていう状況ですね。じゃあ続き行きましょう。ヘッドホンをしてください。恐ろしい夜が明け、朝が来ます。皆さん目隠しとヘッドホンを外してください。おはようございます。おはようございます。昨晩の人狼による犠牲者は出ませんでした。おー、強い。加藤さん
そうなんですよ。議論時間5分間です。議論スタート。マジで？めちゃくちゃ痛いですね。ここで加藤、だから柴田さんがさっき、加藤さん偽物説で投票したその線がなくなってしまって、すごい怪しい状況になってしまいましたね。今グッジョブが起きたってことは、加藤さんが騎士ということです。ね、騎士が死んでたらグッジョブは絶対に起きないので、さあ続きいきましょう。はい、はい、占い師です、はい、アリボブちゃん黒と見ました。加藤さんしか信じてません。以上、終わりです。違います。うん、あ、まだ僕はちゃん、いや、ちょっと先に占い、どうぞどうぞ。広瀬さん、占い、何を、あ、占い、すいません、ごめんなさい。これ先言う、占い何か言った方がいいと思います。はい、ちゃんと僕の見立て通りでしたね、完全に。私が来ると、はい、そうですね。広瀬さんは山口さんが人狼だったって言いましたね。はい、そうなった時はもうそうですね、まあ、柴田さんがこの日、なんとか頑張って山口さんを処刑することができればランダム PP には持っていくことはまだ、できますけどね。ただこの投票から結構難しいですよね。柴田さんは加藤さんを昨日殺しに行ってた。はい、どうなるか見てみましょう。はい、承知しました。はい、はい、あたりさん、霊媒結果言います。はい、和田さん黒です。はい、よし、あ、じゃあもうアリボボちゃんで違います。一応反応、はい、違います。はい、違います。偉いですね、ここに来てちゃんと諦めないで、とりあえず違うってそう否定する姿、すごい偉いです。そうなんだ。広瀬さん頑張れ。あたりさんが今日生きてたら、うん、僕は絶対に勝ちは揺るがないと思ったんですよ。僕釣られてもよかったんですよ。だから僕神に来たってことですよね。そうそう、だから僕はあたりさん以外守る気なかったんで。なるほどなるほど、はい、そうかそうかそうか、分かった。僕も夜それ考えてて、これで噛まれたら僕目線もう一択しかないし、そうそう、生きてたらまだ二択の線があるんですけど、グッジョブ起きたんで、まあ、そうですね、加藤さんにとって最高の形ですね。まだあれで生きてたら人狼として疑いやすいんですよ。例えば他の誰かが処刑されて、例えばじゃあ大石さんが処刑されて加藤さんが生きてたら、あれ騎士使用したのにあなたが処刑されなかったのっていうことで疑いやすいんですけど、グッジョブが起きてるのでもうこれ騎士にとっては最高の形ですね。自分が信用されて、でさらに誰かを守ることができた、あたぎさんを守ることができて、で最高の形で終わったので、加藤さんが真っ白になりますね。はい、かなり厳しい状況です。その加藤さんに柴田さんは前日、なんとか殺せないかという投票を入れに行ってます。でこの加藤さんと和田まんじゅうさんの二択でうーんって悩んで悩んで悩んだ結果、加藤さんに入れるという投票をしてしまいました。はい、続きいきましょう。あ、そういうことなのか。なんでずっとこっち見てるいや、もうこれはもう僕はもう、そうか、なるほどな。何か、まだちょっと、いや、わかんないですよ考えてみてください。あの、今黒2人出てます。なるほど、はい、いや、今黒2人出てます。あ、そうですね、柴田さんと、いや、私じゃなくて山口さんだって黒って言われてるんだよっていうことですよね。はい、でも山口さんは和田さんを殺しに行ってるんですよね。だからこれ柴田さんがここで白くなるのは、もう山口さんよりも誰よりも積極的に和田さんを殺しにかかる、殺す流れを作ったぐらいのレベルの人じゃないと、なかなかここからね、釣り回避っていうものをするのはすごい難しい状況かもしれないですね。さあ続きいきましょう。広瀬さんがまあ偽かな、偽ですよね。そうですね、強人でしょ。そうですよね、そうですね。そう、昨日言葉足らずだったなと思ったんですけど、加藤さんが騎士ですってカミングアウトして、僕、でも広瀬さんってめっちゃいい人なんでしょうね。広瀬さんが狂人か偽ですよねって言われた時、今広瀬さん、ってうなずいちゃってます。さあ続きいきましょう。アリボボさんに入れたんですけど、騎士でも騎士でなくてもアリボボさん黒なんですよね。その僕から見ると黒があと2人いるんで、この2人いるんで。加藤さん黒の可能性と。あるんです。あるんですけど、加藤さんが黒の可能性でも、アリボボさんが、黒になるのか。え、なんで？あっちも、まんじゅうさん。まんじゅうさんが黒だから。そうだね。黒出ししてるから。あ、そうか。あ、そうだよ。あたぎさん、あ、そうだって、ちょっとごめんなさい。そうですよ。あたぎさんは、まあ、和田さんの、一人狼っていうのはもう見てるので、もう二狼は残っていないですね。はい。うん、はい。
あれもしかして黒ですか？試み見つけましたね。最後になんか人が生き生きしましたね、柴田さんが。なんかちょっとやっぱ疲れてくるんですよ、人狼ゲームって。本当に疲れてきます。だからね、今回僕あの天国ルームにね、実はキットカットってチョコレート持ってったんですよね。でもあの誰も食べてくれなかったけどね、あの置いといてもね。でもすごいね、あの頭がフラフラになってきます、何戦も連続でやってるとね。だから疲れてるね、こういうことを言っちゃう時もあります。僕もよく本当に把握漏れしますからね。把握漏れっていうのは誰が誰に白出したとか忘れちゃうの、ついつい。はい、で柴田さんは今ね見つけましたね。あれもしかして黒ですかって、もうちょっとしたほころびを見つけてね、つついてくってね。ここまで来てまだ諦めない、もう柴田さんもう最高ですね。はい、続きいきましょう。あれなんか自分のフラグ結構もそうそう、突きした方がいいんじゃないか。ボロボロ頑張れ頑張れ、探してるわ一生懸命。でもあのアリボボちゃんのね、そのまんじゅうさん釣られる、あの投票する時のあの悩み具合とかはちょっと、うん、あの、うん、考慮の余地はめちゃくちゃあった。白っぽかった、白っぽかった。今終わった程度話してますけど。まだそうですね、もう村が全体がもう柴田さん入れる気満々の感じになっちゃってますね。でもあそこであーって本当に悩んで間を使ったっていうのは、もう精一杯の、もう柴田さんなりの精一杯の演技力でね、白くなりに行ったんですね。あれはでも上手かったと思いますよ。はい、行きましょう。めちゃくちゃ面白かった。まあまあ、楽しかったっすね。みんな、笑ってないですよ。ここコンパありますから。まあでもこれでもし終わったら、加藤さんが神ですよね。いや、やばいですね。うん、そうです。たまたまですけど。そうなんですよね、加藤さんがあそこで騎士としてカミングアウトして、処刑されずに生き残って、さらにそれを証明したわけです、グッチボコして。だからそうなったら本当、まあ、加藤純一神、加藤純一最強ということになりますね。さあ続きいきましょう。でも深夜なんで、あ、そっかそっか、純ちゃんが仮に人狼で噛まないっていう選択肢あるもんね。わかります。だから誰かを守ったとかじゃなくて、そんな噛まないルールあるのかわかんないですけど、でも噛まないルールありますもちろん。あ、そうかそうか、はい、そうだそうだ、俺知らない。ナイスナイスです、ナイスね。これ言ってましたね、そうだそうだ、これ天国ルームでも、ね、盛り上がってたんですけど、でもびっくりしたから、こ今回ピザラジーノってもうだから第3回目になってますよね。大石さん今まであえて噛まないルールがずっとあるもんだと思ってやってたのかなと思ったら、めちゃめちゃびっくりして、あの大石さん人狼殺たまに見てるらしいんですよね。だからそう、人狼殺っていうそのアプリゲームの中では噛まないって選択肢が あったりするんですよね。だから多分この人狼でもあえて噛まないって選択肢あるもんだと大石さんずっとここまで思い続けてやってきたというので、もう逆にみんなが多分びっくりしたところでしたね。そう、噛まないってことはないです。これは必ず誰かを処刑、するっていうルールでやってます。はい、続きいきましょう。噛まないルールなしなんですか？あ、噛まないルールなしなんだ。あ、じゃあもうあのアリボボさん誰かが守られたっていう事実があるってことですもんね。いろんな終了ね、信じてください。信じてください、僕は。いや、すごい。いや、すごい。投票したい方は挙手お願いします。はい、加藤さんです。しょうがないな、もらえば。じゃあじゃあ僕はアリボボさんに入れます。はい、はい、アリボボさん集まる。はい、わかりました。もう待ってた、え、待ってて、降参にします？しませんよね、絶対ね。いや、僕が入れたところで、大石さんがもしかしたら、ね、じゃあ、僕はね、もう無理です。どうあがいても。柴田さん、最多数票獲得でこの昼脱落となります。遺言をお願いいたします。大石さん、噛めばよかった。柴田さんは天国ルームに移動お願いします。そっか、そうだね、なるほど。残り、そうですね、大石さんを噛んでいたらまだ加藤さん疑い値にすごいできたので、ね、まあこれはよくでも頑張ったと思いますね、本当に。あの和田さんは途中でちょっとほぼ人狼使用しちゃって、でも柴田さんはね、よく最後まで諦めずに頑張ったなと思います。5名です。恐ろしい夜はやってきません。市民チーム勝利です。やったー、純ちゃんファインプレー、すごい、よかったっすね。これはすごい、見えちゃったよ途中で。申し訳ございません、本当すいません。いや、本当にマジでさん上手だったよ。上手、これマジで知ろうと思った。いや、違うんですよ、さっきの、あの、まあ、本当すいません、もう言い訳も何もできないんですよ。本当、もう CD 版の本当10枚ぐらい買うんだよ。ありがとうございます。あの、2月10日に発売です。ちゃんとプロモーションしてる。はい、2月10日に CD が発売するらしいですね。ちょっとね、いや、今気づいたけど、ごめん。
黒人さんこれ壊しちゃったかもっていう椅子心配してめっちゃ直そうとしてるじゃないですか。これ俺これ見えないですね。これ気づかなかった。自分が壊したかもしれないっていう椅子心配してこれ直しにかかってたんですね。全然気づかなかった。はいはいはい。まあいろんなことはありましたが、無事に今回は、市民陣営が勝利することができましたね。その決め手となったのはやっぱり騎士っていうのは基本的には潜伏するものではあるんですよね。みんなにバレないようにした方がいい。人狼にバレたら大変なことですからね。でもこの盤面によってはあえて出た方が人狼の位置を絞りやすくなって、村にとってすごい有利になるってこともすごい勉強になった回でしたよね。だから加藤さんはすごくいい動きをしました。この試合では間違いなくどれか MVP をね、誰か一人決めるんだとしたら間違いなく加藤さんだったんじゃないかなと僕は思いますね。今回はあえて、細かい専門用語の説明はそんなにしないで説明して、ちょっと早口になっちゃった部分もあると思うので、分かりにくかったらごめんなさい。でこの試合で、学べる教訓としては、まあ、人狼にしか出ない言葉っていうのを、まあ、なるべく出さない方がいいんだなっていうことですね。まずね、噛むっていうのはもう人狼しか行わない行動ですからね。はい。あとはやっぱり身内切りするときは、しっかり、した方がまあラインは見られにくいっていうところもねすごい勉強になった試合だったんじゃないかなと思います。あとは騎士のね出るタイミングですね、それも非常に、見応えのある試合となりました。でこの後また3戦目の解説も、なるべく早く動画上げようと思ってますので、もしよかったらまた見てください。はい、それではご視聴ありがとうございました。アツシでした。